これは？ああ、思い出しました。そういえば、稽古の途中で受けましたね。私、何を言ったかしら。あまり思い出せないわね。ありがとうございます。私の記事は。なになに、何話したの？気になります。二人ともいたのね。声をかけてくれればいいのに。急に後ろから声かけられたら驚くじゃない。だって千里ちゃんとスタッフさんの会話が聞こえちゃったんだもん。インタビュー何を話したんですか？教えてください。私も聞きたい。それが全然覚えてないのよ。稽古で必死だったから。そうなんですね。じゃあみんなで読みませんか？いいですね。レッスンが始まるまでまだ時間がありますし。もうみんなったら。じゃあ全員でインタビュー読む？読みます。ねえねえ、5人揃ったしさ、インタビュー読むついでにお茶タイムにしちゃわない？いいね。私おやつ持ってくるよ。じゃあ自分はお茶入れてきますね。私も手伝います。じゃあ私も。千里ちゃんはいいの、主役なんだから座ってて。主役？おやつよし、お茶よし。うん、準備できた。早く読みたいです。楽しみです。そんなに大したことは言ってないと思うわよ。そんなことないですよ。きっと千里さんの熱意が伝わる記事になってるはずです。よし、ページを開くよ。あ、千里さんの写真が載ってますよ。これは衣装の写真ですね。よく撮れてますね。あ、ここにパスパレのことも書いてある。私たちのことを話してくれたんだ。え、どこどこ？ここだよ、記事のこの部分。稽古は大変でした。辛いことや悩むことばかりで、壁に当たってもがいていたように思います。でもパステルパレットのメンバーや友人がいつも応援してくれて支えてくれました。みんなに感謝の気持ちでいっぱいです。だって千里ちゃん、そんなこと思ってくれてたんだ。感動です。すごく千里さんの気持ちが伝わってきます。ちょっとひなちゃん、恥ずかしいから私の前で朗読するのはやめて。いいじゃん、いいこと言ってるんだからさ。もうなんかさ、今まで千里ちゃんとこんなやりとりってなかったよね。確かにそうですね。千里さんが恥ずかしかったりするの初めて見ました。千里さん変わりましたよね。前より自分たちに素を見せてくれているというか、親しみやすくなりました。うんうん、私は今の千里ちゃん好きだよ。みんな、私も5人で過ごす時間が以前より楽しくなった。自分が変われば感じ方も変わってくるんだわ。私、今回のことでみんながいてくれて本当に良かったって思ったの。一人だったら壁を乗り越えられてなかったかもしれないわ。千里ちゃん、そこまで言ってもらえるとは。直接言うのはちょっと照れるけど、改めてみんな応援してくれてありがとう。これからもよろしくね。こちらこそ。お水が欲しいの？ちょっと待ってね、用意するから。あら、こんなところでどうされたんですか？私ですか？犬の散歩をしているんです。毎日妹と交代でやっているのですが、今日は私が当番なんですよ。時間があったら
一緒に散歩しませんか？天気もいいですし、一緒に行ってくれますか？では、行きましょうか。この道はいつもの散歩コースなんですよ。車通りが少ないから、犬を歩かせるのにぴったりなんです。そうだわ、この間会ったことの話を聞いていただけませんか？少し長くなってしまうかもしれませんが、先日お仕事で舞台の公演があったんです。貧しい姉妹の姉が女優を目指すお話で、私は病弱な妹という役でした。有名な演出家の先生に指名していただいたので、しっかり役作りして稽古に臨んだのですが、何度練習しても先生の望む演技ができなくて、本当に困ってしまったんです。意外ですか？そうですよね。私もこんな経験は初めてでした。どこをどう直せばいいのか、何が間違っているのか、自分で考えても答えが出なかったんですよ。パスパレのみんなが見学に来てくれたのがちょうどそんな時でした。パスパレのみんなは私ならできると思ってくれていたみたいで、何度も頑張れと声をかけてくれたのですが、その応援が逆にプレッシャーに感じてしまって、ひなちゃんから千里ちゃんなら何でもできるって思ってたよと言われたのですが、決してそんなことはないんです。何でもできそうに思ってたですか？私はひなちゃんみたいな天才タイプではないんですよ。これまで努力を重ねてきたから今の私があるんです。ただ私はこれまで努力する姿を表に見せていませんでした。努力することは当然のことですから、見せる必要もないと思っていたんです。だからみんな私が何でもできてしまうと思うのは仕方ないかもしれませんね。そこで私は初めてパスパレのみんなに本心をあまり話してこなかったんだなと気づいたんです。だからみんなをお茶に誘ったんです。自分のことを分かってもらおうと思いまして、5人で行ったカフェは本当に楽しかったです。プライベートな話をたくさんして、時間が経つのがあっという間でした。パスパレのみんなとあんなにずっと話し続けていたのは初めてだと思います。本当は少し怖くもあったんですよ。素の私を見せたらどう思われるかしらって。でもみんな温かく受け入れてくれました。とても嬉しかったです。心から話せる仲間がいるのはいいものですね。私もっとみんなを知りたくなりました。今度は一人一人とゆっくり話してみたいと思っています。私のことをもっと知ってほしいですし、聞いてみたいこともたくさんありますね。私変わりましたか？そうですよね。自分でも驚いています。みんなとの関係がこれからどう変わっていくのか楽しみです。今まであまり本心を話してきませんでしたから、いきなり何でも話せるというわけではないのですが、みんなに少しずつ私のことを分かってもらえたらいいですね。そうやってゆっくりみんなとの距離を縮めていけたらと思っています。みんなと完全に打ち解けるのもそう遠くないと思っているんですよ。そうなったら私はみんなに何を話すんでしょうね。未来の私に聞いてみたいですね。最近パスパレが本当に自分の場所だと思えるようになってきたんですよ。もっとみんなとの絆を深めて、自信を持って私の場所はパスパレだと言えるようになりたいですね。これからパスパレのお仕事もソロの活動もどちらも一層充実させていきたいと思っています。活躍している姿が見せられるように頑張ります。応援していてくださいね。ああ、ごめんなさい。そろそろご飯の時間だったわね。それでは私は家に戻りますね。よかったらまたお話を聞いてください。